まあ、コンディション的にも良かったし、怪我もその後やっぱりしないし、肉離れ、そういう怪我は、まあ、一切この2年間、ないので。3、2、1、カモン。あむこさん、なんでビーガンなんですか？僕がビーガンになったのが、そもそももう何年だろう、もう3年ぐらい前なんですよ。 J リーガーの頃にビーガンになってて、まあ、まずとにかく怪我が多くて、特に J リーガー2020年の時、まあ、コロナがやってきて、僕2020年は最後のシーズンだって決めてたんですよ。まあ、まさに今と同じ状況ですよね。2020年最後の年だと決めて、怪我が治んなかったんで、自分の中でいいコンディションにしないと、試合に出ないと困るということで、いろいろ試したんですよ。マッサージしたり、ケアしたり、治療行ったり、でもそれでも全然ダメだったんで、食から変えなきゃいけないと。で、あるトレーナーに言われて、で、僕結構食べるの好きなんで、もうアミさんには向いてないなって思われてて、ずっと言わなかったらしいんです。そしたら、ある時もう限界だと、これ以上怪我やったら困るってことで言われたのが、連れてかれたのが、まあ、ビーガンで、で、キミタンハウスって謎のハウスに連れてかれたんですけど、で、そこでまずはじゃあファスティングからしなさいということで、2週間のファスティングを始め、しかもシーズン中ですよ、練習しながら。で、ファスティングして、ただ全く食べないのきついんで、最初の1週間は、まあ、ほぼ食べない、酵素、ドリンクとか。で、その後はお粥だけ。お粥と最後の方納豆もプラスされたかな。っていうのをして、まあ、デトックスしたわけですよね。で、そっからビーガンになって、要するに動物性のタンパク質を食べないっていうところが、僕ね、もともとお肉めちゃくちゃ好きなんですけど、お肉を食べた後に本当に便が悪かったり、その便秘になったりとかで結構大変で、夏とかも暑さというのと気だるさ、なんか今思えばですけど、暑いでも辛いじゃないですか、日焼けもして、同時にね、やっぱ内臓も温められて、この中の消化ができてない状態っていうのがものすごいあったと思う。この中だいたい 3、4 時間なんですよね、胃で消化するのに。普通のはだけど、お肉だと5時間、うなぎも5時間したかな、天ぷらとか確か5時間以上かかるんで、2時間のタイムラグがあるだけで全然違うわけですよ。だいたいほら、食べてから 3、4 時間後練習とか 3、4 時間後寝なさいって言うんだけど、まだここに残ったまんまと、動物のタンパク質の場合、まあ、そういうのをとにかくやめようということで、一切やめてからものすごい調子が良くなって、まあ本当にあれですよ、言い方あれですけど、便がもう1本ぐそがもうバーンって出る、本当便秘だった俺からしたら、もう本当ありがとうみたいな。で、毎朝同じ時間にちゃんと出るから、ちゃんと便を見て健康チェックもできるし、そういう意味で言うと本当にビーガンに変わったことによって全然違う。しかもね、面白いことにね、これどこまでこういうのっていいのかな、便の色がね、緑になってくるんですよ。本当に若干緑がかってくる。 お肉食べてるとちょっと赤みがかるじゃない、赤みがかるというか茶色しっかり茶色、でもね、本当ね、緑がかってきて、それがしっかり出てることが僕にとっては、まあ、よくって、で、そういうやっぱ腸内がいい状態になる。なんかね、虫とかも脳からじゃなくて腸からできるらしいですね。あと、脳みそのない虫はいるけど、腸のない虫はいないらしいんですよ。やっぱ腸がどれだけ大事かっていうところ。で、そういうのを勉強し始めて、まあ僕の中ではそのビーガンっていうものにたどり着いた結果、だからどっちかっていうと、環境問題とか動物愛護とかっていう思想的なものではなく、もう完全にコンディション維持、食生活を変えることによって自分の健康状態を良くするという意味でのビーガンっていうのが、まあ、僕の始まりというか、ビーガンのスタートっていう感じではありますかね。ビーガンにした結果、筋力もついたし、結局今格闘家としてもやれてるわけで、で、ビーガンにした効果のすごいところを1個お話し、記録としてお話しておくと、ヨーヨーテストっていうのが J リーグのこのクラブチームで結構あるんですね。で、どんなのかっていうと、シャトルランみたいな感じで、20メートル行って20メートル帰ってくる。で、それがポーン、ポーンって音で、その音に合わせて帰ってくるみたいな。で、どんどん速くなるんですよ、その音が。だから、ほぼダッシュ最後しなきゃいけないみたいな。で、それがね、お恥ずかしながら僕ね、当時800メートルぐらいしか行かないんですよ、トータル。で、大体1200行かないと、まあ、アスリートの基準を超えないよって言われてるんですけど、僕が800。ビリーにだったんですよ、チーム。まあ、ビリー誰だっていう話なんですけど。で、ビリーだって、で、最終的に、そのビーガンに変えてからまたテストがあったんですよ。そしたらね、なんと、1640。まあ、800から倍ですよ、倍以上。なって、さすがにチームのみんなも驚いて、結構ビーガンっぽくなったチームメイトもいたりして、でもその子たちがうまくいかなくて、ただ食に興味を持つという意味では良かったと思うんで、それぐらい走る能力も変わったし、もともとそういう長距離が嫌いなのに、そういうことができるようになったりとか、やっぱりコンディション的にも良かったし、怪我もその後やっぱりしないし、で、今格闘家になっても、今のところ怪我なしですよ。打撲とかありますよ。でも今のところ肉離れ、そういう怪我は、まあ、一切この2年間、ないので、でもやっぱり食べるものも、
ただその辺に売ってる野菜でやっぱダメなんですよ。やっぱオーガニックであるということで、オーガニックもちゃんと有機でも農薬っていうのも見なきゃいけないから、どんどん基準も変わってるしね。そういうところをまあ踏まえて、食にこだわりを持つ、何を口に入れる、でその何を出すみたいな、でそういうところまで、あのトータルで栄養、栄養素じゃなくて、やっぱこのね、何を入れて何を出すところまで、この自分の体になるまでが栄養なので、まあ、そういうところを気にし始めた結果、非常にいいパフォーマンスを出せてるなというところが、はい、ありますね。アスリートにとってタンパク質って重要だと思うんですけど、はい、ビーガンだとタンパク質が足りなくなるんじゃないかって、はい、はいはいはい、そうですね、はい、特にあのよく言うのは B12 も足りなくなるっていろいろ言われるんですけど、僕数値測ったら別に落ちてないんですよ。でもちろんタンパク質大事なんですけど、あれって取りすぎもまあ良くなかったりするし、まあ、もっと言うと人間の体ってもともとは、タンパク質を取らなくてもタンパク質を自分から作れる作用があると。でもそれを外からたくさん取っちゃったことによってその能力が失われていくわけです。あ、外から取るんだからいいやと。でタンパク質がなくなればなくなるだけ、なくなったもので自分の中からこう作っていけるっていう体の構造もあるようなので、だそういう意味でも、まあ、3年やってね、タンパク質がその昔の財産で今タンパク質があるわけじゃないと思うんで、やっぱり自分から作れてる、まあ、あとはもちろん大豆とか野菜にも入ってたりもするので、まあ、そういったものを気にして取るようにはしてますけど、あんまり細かく気にしすぎて自分の体調を数値でとか栄養素で判断するよりは、自分のコンディション、自分の感覚をもっと大事にした方が、まあ、僕はいいかなというふうには思ってはいます。はい、この動画が面白かった場合はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。 Twitter やってますのでぜひフォローしてください。インスタもやってます、ぜひフォローして皆さんに見ていただきたいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram の登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。